目指せ年収2000万モテ企業塾。はい、というわけで本日も始まりました。今日もですね、ちょっと質問に回答をしながら経営の肝っ玉みたいなところをね、ちょっとお話していければいいかなと思います。今日はですね、誰でも簡単にできるんですけどめちゃくちゃ効果あると僕は思っている営業手法についてお伝えしたいなと思っております。はい、では質問早速読んでいきますね。32歳、少人数のウェブ制作会社を経営しているものです。周りの会社といまいち差別化ができていなく伸び悩んでおります。今後もっと受注を増やしていくために、まずはこれをやれということがあればぜひ教えていただきたいです、というご質問ですね。はい、でウェブ制作会社多いですもんね。僕もやってましたけど、なかなかね、差別化が結構難しい領域かなとは思ってます。確かに技術力であるとかね、デザイン力であるとか、あとはもう例えばプライシングね、価格戦略であるとか、まあ、いろんな勝ち方があるんだろうなとは思ってますが、まあ、ちょっとどういうところが強みがある会社かね、これ読んだだけでは分かりませんので、とりあえず間違いなくこれはやっとけば効果が出るというのをお伝えしたいなと思ってます。まあ、一言で言うとリアクションスピードなんですよね。はい、例えばウェブ経由は、まあ、どういう経由か分かんないですけど、お問い合わせが来ますであるとか、ちょっとねお知り合いの方に紹介されてウェブ制作してほしい会社があるっていうんで一回お打ち合わせに行きましたみたいな、まあ、そういうふうなね入り口があるじゃないですか。ここで重要なことなんですけど、何か向こうから問いかけがあったりとか連絡があった時にどんだけ速いスピードで回答できるかというのが地味なんですけどめちゃくちゃ重要なんですよ。相手は何かその要望があって連絡をしてくるわけなんで、そこに対してものすごい速いスピードで回答するっていうのはまず誠意も伝わりますし、やる気も伝わりますし、特に急いでるお客さんとかは信頼感も生まれますよね。やっぱりあ、ここの会社に頼んだらすごくレスポンスよくいいフットワークでやってくれそうだなって感じが出ますしね。はい、特にウェブ制作みたいな会社って実際頼んでみないと分かんないんですよ、いいものできるかどうか。だから完成品がないですからね。もともと商品があるところだったら、まあ、その商品で判断ができますけど、ウェブの制作会社ってまあ言うてみれば過去事例みたいなね、今までこんな制作してきましたみたいな実績っていうのはありますけど、まあ、実際自分の会社がそこに頼んだ時にどういうクオリティのものが上がってくるか、どのぐらいの価格で上がってくるかっていうのって、まあ下駄を履いてみないと分かんないみたいな、蓋を開けてみないと分かんないかっていうところあるわけですよね。とね、そういうふうなやってみないと分からないっていうところに対して、まず人間どこで信頼とか信用を得るかって言ったらレスポンスの速さしかないんですよ。はい、こっちがお問い合わせをしました、でエンターキーを押しましたって言った3分後にもうありがとうございますと、ちょっとぜひ一度お話聞きに行かせてくださいなんか資料送ってくれてもいいと思いますけど、とにかくポーンとね待ち構えてたんじゃないのみたいなぐらいのレスポンスがあると気持ちいいんですよね、問い合わせした方も。で問い合わせしてから一向に返事がないと、やっぱりなんか見てくれてんのかなとか、やる気あんのかなっていう風に感じちゃいますし、で3日ぐらい経ってからなんかこそっとねこう返事があったりしても、やっぱりちょっとその時点でこちらも少しテンションが下がっちゃいますよね。はい、これ簡単なんですよ、誰でもできるんです。とにかく問い合わせがあったと思ったらもう即レスをすればいいだけなんで、これはね本当に簡単にできますしすごく効果があるんで、ぜひやってほしいなというふうに思います。はい、でこれね、会社のその営業を取るみたいなところもそうなんですけど、どっちかっていうとやっぱこう一般のビジネスマン全般にこれは言いたいなと思っていて、やっぱこう人との信頼関係を作るとき、特に自分より目上の方だったりとか、それから自分よりなんか社会的信用力が高くて、自分がこの人にぜひ気に入られたいんだけど、なんとなくちょっと格上感があるなみたいな人っているじゃないですか。でそういう人にこう気に入られたりとか関係を縮めるっていう意味で言うと、もうこのレスポンスの速さに勝るものは僕はないと思ってます。はい、大体こう社会的地位の高い方とかイケてる方って忙しいし、自分の時間に群がってくる人多いし大変なんですよね。そういう中で例えば自分が何か質問しましたってことに関して1日帰ってこない人とか、もうちょっと自分の範疇から外れちゃうんですよね。それより自分がこれってどうなんだっけ教えてくれるって言ったもう1分後にはポーンと帰ってくるような、打てば響くみたいなね、いう人がいると、やっぱりねこう、うん、この人いいね、レスポンスいいし反応もいいし、なんかできる感じするねってやっぱなるんですよね。忙しい人ほどなるかなと思ってます。なのでとにかくね、そのレスポンスの速さっていうのは最大の武器になると思うんで、ね、人間関係を縮める上での
これぜひ皆さん実践してほしいなと思ってます。大概の人、大概のイケてる人になりたいと思ってるけどイケてる人になれない人って大体やってることが普通なんですよね。普通の感じでレスポンスしてくるんですよ。あ、それあのスパンって意味ね。例えば夜の10時に送るじゃないですかと翌朝の9時ぐらいに帰ってくるんですよ。いいですよ、悪くないですよ、ね、夜の10時にこっちは送ってんだから翌朝の9時に帰ってくるって普通じゃないですか。だから別に悪印象も何にもないんですけど全然残んないんですよ。でね、イケてるやつって10時に送ると10時3分に帰ってくるんですよ。でそれだけでこっちは残るんだよね、やっぱおーっつって。いや別に24時間起きてメール返信じゃなくてそのねチェックしてろとは言わないけど、人を出し抜いてこううまくこう成り上がれるやつとか人の記憶に残ってうまくステップアップできるやつってそういう人なんですよね。なのでなんか人と同じことをやってて人より気に入られるってめちゃくちゃ難しいから、やっぱり人と違うことをやんなきゃいけないと思ってるわけ。人に気に入られようと思ったら、で人と違うことをやんなきゃいけないんだけど、その人と違うことをやんなきゃいけない中で一番誰でも簡単に実践できるのがこのレスポンスの速さってやつです。これ誰でもできるからね、見たらすぐ返せばいい。できるだけまあまあ気にかけておくぐらいはありますけど、いやなんか人よりものすごいうまいプレゼンしろとか人よりものすごく面白いこと言えとかって難しいじゃないですか。こんなもん誰もができるわけじゃないよねって思うんだけど、レスポンスの速さだけは多分意識すれば誰でもできるんで、そしてめちゃくちゃ費用対効果がいいというか効果もあるので、ぜひやってほしいなと思います。はい、時々いますよ、こう仲良くなっていけてる人で、なんならこっちが送信するより先に返事来るんじゃないかぐらいのスピード感の人います。あ、それね、要は納期に関しては回答できないじゃない。で、ここがね、普通の営業マンがやることはその回答を得てから返すの、わかる？だからこっち1日ぐらい待ってあれ連絡ないなと思うと、その回答とともにご質問いただいた件ですがって返ってくるわけで、それはそれでいいのよ。いいんだけど、本当にイケてる営業マンはそれを見た瞬間にすぐ確認します、ちょっとお待ちください、ポーンって送るわけ。そうするとこっちは見てくれたってわかるし、いやこいつレスポンス早いなって思うわけですよ。いつも気にしてくれてるなって思うし、それがめちゃくちゃ重要で、で結局納期の回答が返ってくるのは最初の営業マンと同じタイミングで返ってくるわけよ。でも印象は全然違うわけっていうことです。そうですね、まあ電話はうざいと思うよ多分なんかね、問い合わせしたら、いやすぐ確認しますって電話が来るってことでしょ。それはちょっとさすがにうざいんじゃないか。メールでも SNS でも何でもいいと思うんですよね。そのね、やる気見せるだけだから、うん、電話はまあね、ちょっとめんどくさいでしょ。だってこっちだって飲んでるかもしれないし、家族と団らんしてるかもしれないし、電話がかかってきて、あれなんだろうと思って出たらすぐ確認しますって言われたら、いやありがとう、ありがたいけどそれ別に電話してこなくてもとは思います。電話はまあよっぽど必要じゃない限りは必要ないと思いますけど、はい、それなりね、あのリアクションが早いよっていうのを知らしめたいってこと。あ、だからそれはちょっとその意気込みを超えて若干相手への思いやりがないよね。で言いつつ俺もねすぐ電話かけちゃうタイプなんだよな、だからまあちょっと反省なんだけどとは思います。はい、電話しちゃいけないっていうのはないとは思う、ないと思うっていうか、基本的にはやっぱりその直接話すことでしか分かりえないことってあるですよね。例えばじゃあアポの時間の連絡とかね、こんなもん絶対メールの方がいいじゃない、どう考えても。間違いもないしさ、し事実を伝えるだけだから、こんなもんも電話する必要が全くない、むしろめんどくさい。なんだけど一方でやはりちょっとその自分の声のトーンとかも含めて、そういうところまで含めて伝えたい内容であるとか、メールだけだとどうしても失礼になっちゃうような内容とか、まあこれはもう各自判断するしかないんですけど、そういったものまで全部メールでやろうとすると結構逆にトラブルの元になったりするので、テキストで済むものはできるだけテキストで済ますっていうのが今の風潮だし、僕もその方がいいとは思いますけど、何でもかんでもテキストで済まそうってなると多分いまいちいけてない感じになると思うので、やっぱそこはねすごく切り分けが必要で、時にはやはり直接のその電話なのか、もしくはまあ Zoom でもお会いするでもいいけど対面なのかっていうところで必要なものっていうのは絶対あると思うんですよね。はい、電話が悪だとは思いませんが、はい、使い方だと思います。 OK しますよ、 LINE が一番いいじゃん、いいじゃんっていうか俺はいいなと思ってる、はい、コミュニケーション取りやすいし、 LINE 通話でも全く一緒ですね。基本的には LINE でやり取りするとしたらもう9割9分まではテキストがいいですけど、はい、ものによってはやっぱり通話が必要なことはあるよねって思いますね。で、こう
いろんな今コミュニケーションの手段がありますけど、まあ全部を全部チェックするのって結構大変じゃないですか。だからどこかにやっぱ集約したいんですよね。僕の場合はやっぱり LINE を使ってやり取りをすることが多いので、できれば LINE でやり取りができると LINE だけ見とけばいいわけじゃないですか。メールだとね、メーラー立ち上げてまた見なきゃいけなかったりするので、どうしても、LINE も見て、じゃあ Facebook のメッセも見て、 Twitter の DM も見て、メールも見てみたいなことだとちょっと煩雑だなと思うので、できれば一箇所に集約したいなと思ってて、まあ、それで言うと僕の中では LINE が一番使うので、 LINE に集約できるといいなと思ってます。で、曲がりでバナナっていうフランチャイズをやってるのがその前田さんっていう人で、その前田さんはその後林さんはもちろん、竹村さんはもちろん、その周りのそのなんか令和の虎関係の人と瞬く間にすごい勢いでこう仲良くなった。俺も一回まあちょっとある縁で紹介してもらって一緒にご飯食べたんだけど、すごく優秀だしいい方なんだけど、その前田さんはもうまさに今の話だよ。とんでもなく早いわけ。送るの見てたでしょってぐらい早いわけ。マジで。ビビるよ。前田さん、昨日はお疲れ様でした。ありがとうございました。って言ったら30秒後ぐらいには、どうも。ありがとうございました。昨日話してたこれの件ですが、どうですか、資料とかいります?って言って、あ、ください。わかりました。って言ったら、また30秒後ぐらいに、ポーンと来て、これですみたいな、もうその速さがたまたま1回じゃなくて大体毎回そう。でもあの人は多分あのスピードで多分どんどんいろんな人とつながって、いやあの人いいよねってなってるんだと思う。はい、というわけでね、皆さんももうこの誰でも簡単にできるレスポンススピード、これはねぜひ活用してほしいなと思っております。では君も年収2000万円 GO!